で最終日12レース、決勝優勝しました茨城の吉田拓也選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。どうですか、率直に感想は。いや、もう仲間にへの感謝しかないですね。レースなんですけど、芦田選手が前を取りに行って前受けになりましたけども、作戦としてはどういう作戦だったでしょうか。もう前取って全部突っ張るっていう作戦で、あとは陽が脇本さん来る前に仕掛けて行けるところまで行くっていう風に言ってくれたんで、あとは僕がどこで行くかだと思ってたんで、はい。最終フォームのところで森澤選手が打ち来てる場面あったと思いますけども、あの辺は見えてましたでしょうか。ビジョンで確認して、後ろの先輩方がちょっと正面がない形になってしまったんで、申し訳ないですけど、あとは早めに行ったら森澤さん来たと思ったんで、極力、用も残しつつ、他のラインを牽制しながら最後踏んだんですけど、最後ゴール戦来た時の感想は感無量でしたね。やっぱり地元ということで歓声もそうですね、本当に嬉しいですね、ああやって応援していただけるのは。今回はシリーズ通して、番手や魔法が3番手でしたけど、後ろを回る競争でしたけども、そこはどうですか。本当に先輩や後輩、仲間のおかげで勝てたレースだったんで、もう感謝しかないですね。インタビューさせてもらった時に競輪祭の優勝、一番の思い出だって言ってましたけど、この地元記念の初優勝もそれに近いものありますか。僕の中ではそれ以上のものになった開催になったと思います。昨年後半は苦しい戦いだったと、苦しい時期だったと思いますけども、この後また7月ですね、冬季に向けてどうやって取り組んでいったり、目標とかありますでしょうか。ビッグレース続くんで、気持ち切らさずに関東に行って、もっと盛り上げていけるように、僕自身近めになれるようにしております。では最後に応援してくださったファンの皆様に一言お願いします。はい、いつもありがとうございます。これからも一生一生頑張ります。応援よろしくお願いします。